GDP アップすれば、国民の生活も豊かになりますから。そういった豊かなもの、公共事業で作られたもの、新しいもの、頑強なもの、素晴らしいもの、これを後世に送れるじゃないですか。ええ。借金がかさむと将来のツケも重くなる。これも嘘ですね。嘘だらけの小説、嘘しか書いてないんですか、この小説。はい、皆さん、こちら。アメリカ海外です。今日はですね、先立って私は、朝日新聞の社説をぶった切りました。いろいろ言ってきましたけどもね。で、今日はですね、毎日新聞の、おとといの社説ですね。土曜日ですか。土曜日の、2021年1月30日の、朝刊の、社説ですね。社説、毎日新聞をぶった切っていきたいと思いますけども、ぶった切るというのも、もうね、相変わらずこんなこと言ってるんじゃ経済成長なんてしないよと、国民の生活豊かにしないよというふうなことしか書いてないです。この毎日新聞の社説。じゃあどういうこと書いてあるのか、逐一ちょっと解説して、言っていきたいと思います。まずもう、今日はこれ多分全文読むと思うんで、読みます。菅政権となって初めての政府の財政見通しが公表されたと。2020年度は国と地方の赤字が70兆円近くに急増する。当たり前ですよね。新型コロナウイルス感染拡大を受け、大型の経済対策を決めたからだ。見通しで使われる基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスです。プライマリーバランス。基礎的財政収支、プライマリーバランスは、国の事業を借金に頼るほど赤字が大きくなるものだと。国の事業を借金で頼る。何の借金でしょうね。この社説を書いた毎新聞の記者の借金ですかね。そんなことないでしょうけどね。正確に、政府の負債ですよね。政府の負債、頼るほどというか、政府の負債が頼るほど大きくなる。だから、国債発行すれば大きくなるということを言ってるんですよ。別にいいんじゃないですか。インフレ率マイナスですから。別にいいですよ、それ。ここでも、今のところまだ悪いとは書いてないですね。読んでいきます。政府は社会保障などで従来通りの歳出抑制を続ければ、赤字はなくせるとして、25年度に黒字化する目標を見直していないと。だから25年度に黒字化するよというふうなこと言ってるんですよ、政府は。ほう。どういう、要件なんでしょうね。で、どういう想定でやってるのか書いてあります。あまりに現実離れした想定だそうです。経済対策の効果などで名目成長率が3%から4%と高水準が続き、税収が伸びることを前提としている。これをやるには絶対消費税廃止するしかないですよ。消費税廃止です。そうすれば税収も増える可能性がある。名目、成長率3%から4%、高水準続く。で、税収も伸びること、税収も伸びる可能性が十分ある。一番可能性なのは消費税廃止ですね。やるんでしょうかね。消費税廃止賛成なんでしょうかね。毎日新聞さんは。また読んでいきます。だがこれだけの高成長はバブル期以降実現していない。そうですね。しかもコロナ禍は、長引く恐れがあると。今回の見通しは緊急事態宣言の再発令による経済悪化も盛り込んでいないと。なるほどね。でも、消費税廃止とか財政出動ガンガンすれば、挽回はできます。挽回できますよ。成長率を1%から2%とした場合の見通しも示された。25年度の赤字は12兆円強になると。成長率が1%とか2%になった場合は、赤字は2025年度までのその赤字、財政赤字は12兆円と。12兆円。黒字化は極めて困難だ。そりゃそうでしょうね。だから政府はこの現実的な見通しを使う考えはない。税収増を当てにすると、歳出の無駄をなくす機運もしぼむ。安倍前政権も大型予算を編成し続け、黒字化の目標時期を5年も先送りした。無責任な体質は変わっていないのではないかと言ってるんですけどもね。税数、何を言いたいかというと、要はこれ、安倍さんの時に、予算ガンガン大きくしたと。で、黒字化の目標を5年先送りした。予算ガンガン大きくするということは、財政出動するということ。つまり、国債発行を多くするよということなんですよ。ただ、現実問題は、安倍さんの時代、安倍政権は、公共事業も6兆円で横ばいだったし、
どん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 その新規国債発行額減ってったんですよね。最低、まあ最近で32兆になっちゃったんですよね。なんで、これは言ってることは、もうはっきり言います。嘘を書いてます、これ。嘘を書いてます。で、無責任な体質は変わっていないのではないか。毎日新聞さんも無責任な体質変わってないんじゃないですか。こんなこと書くぐらいだから。で、次行きます。暮らしを守る支出は惜しんではならない。だが、それに乗じて財政規律を緩めるのは許されない。許されないのは財政規律を厳しくするというのが許されないんですよ、これ。いわゆる財政規律、ここで言うのは、やっぱり財政健全化、いわゆるプライマリーバランス黒字化のことを指してるんだとは思いますけどね。そんなことやったら経済成長しません。実質賃金も上がらないから国民の生活も豊かになりません。で、暮らしを守る支出は惜しんではならないが、それに乗じて財政規律を緩めるのは許されない。まあ、狂った表現ですね。本当に狂った表現ですね。もう一回言いますけども、これあれですよ。財政規律を緩めるのは許されるんですよね。財政規律を緩めるのが許される。どん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 赤字増やしていると。なぜか政府の負債は国民の黒字だから。政府の赤字は、民間の黒字なんですから。これをやってれば、これを分かれば財政規律を緩めるのは許されない。いや、むしろ許されることになりますからね。いや、めちゃくちゃなこと言ってますよ、毎日新聞。次います。国と地方の借金残高は1200兆円に迫っている。借金がかさむほど将来への付けも重くなると。出ました。出ました。もう古典的ですよね。もう古い、その、あれですよね。緊縮財政派の、まあ、古い、その理由ですよね、これ。もう古いです。今は違いますよ、今は。ガンガン、借金残高が1200兆円。これ嫌だったら、日銀に買い取らせればいいだけの話なんで。で、実際もう日銀に買い取らせているから、もう財政健全化が終わってんですね、私の見解では。で、まあ、それを差し引いたとしても、借金がかさむ。だから、政府の負債がかさむほど将来、付けも重くなる。何を寝ぼけたこと言ってんですか、これ。政府の負債が多くなるってことは、財政出動をして、国債発行が多くなる。国債発行多くなるってことは、まあ、いろんなところに投資をする。公共事業だとか、あとは研究開発費だとか、そういうふうなことでガンガン投資を行っていること。ということは、GDP アップさせることなんですよ。GDP アップすれば、GDP アップすれば、その、国民の生活も豊かになりますから。そういった豊かなもの、公共事業で作られたもの、新しいもの、頑強なもの、素晴らしいもの、これを後世に送れるじゃないですか。借金がかさむと将来の付けも重くなる。これも嘘ですね。この嘘だらけの小説、嘘しか書いてないんですか、この小説。いやー。呆れますね。呆れますけども、まあ、読んでいきます。来年は団塊の世代が75歳以上になり始め、医療費の急増が予想される。もう国債発行すれば OK です。借金付きのまま超高齢社会を乗り切れるのかが心配だ。心配してるのはあなただけですよ。何が心配かっていうのは、経済成長しないことが心配だ、私は。経済成長しない。ということは、公民の生活も豊かにならない。で、あなたの心配する、その税収入も増えませんよ。経済成長しませんと。しないと。あなたっていうのは毎日新聞ですね。毎日新聞およびこの社説書いたその毎日新聞の記者のことを言いますけども、記者というか、まあ、論説委員って言うんですかね。で、また読んでいきます。厳しい現実を直視し、健全化の道筋を描き直さなければ、国民の不安が、募るだけであると。厳しい現実を直視し、だから経済成長してないから経済成長させようと。で、健全化の道筋を描き直す。もっともっと、そんな2025年に黒字じゃなくて、そうですね、2125年ぐらいに黒字に返しましょうか。まあ、そもそも2125年、100年以上後ですけどね。でも、まあ、そんな、まあ、破棄した方がいいです、こんなの。意味がない、まずは。黒字化、健全化、黒字化、財政健全化しとっていう。それは、あれですからね、政府の、借金が減るだけで、政府の負債が減るだけですからね。国民の黒字化がしぼむだけですからね。全然良くない。本当に。で、読んでいきます。不要不急の、事業削減が急務だ。第三次補正予算案に計上された、旅行支援の GoTo トラベルや国土強靭化事業を減らすべきだったので、減らすべきだったが、政府は見直さなかった。
衆院選目当ての大盤振る舞いなら論外だと。何が論外ですか？あなたの言ってることが論外ですよ。まあ、確かに GoTo トラベル廃止してもよかったです。ただそれにはいろいろな条件があります。例えば消費税廃止したと。そういうふうなことで、まあ、消費を刺激する、そういう消費刺激策が取られたと。それだったら、まあ、GoTo トラベル縮小もしくは廃止してもよかった。で、ここですね。国土強靭化は絶対これは逃げられませんよ。これ削ったらどうしようもない。それにこれをやることによってどうでしょうね、公共事業に投資することになるから GDP のアップにもつながりますよね。まあ GoTo トラベルもアップにつながるけども、うん、あまり今のそのとこういった飛び道具は危険です。危険です。やっぱりこう動きをちょっと制限させた方が今のその新型肺炎対策にはいいかなと思いますからね。だから GoTo トラベルは今やるべき事業ではないですもん。ただ国土強靭化はどんなことがあってもやらなきゃいけません。どんなことがあってもやらなきゃいけません。これを減らすべきだったなんて言って。国民の生活ぶち壊す気ですか？毎新聞。本当にもう。で、最後なんで読んでいきますね。21年度予算案の審議が今後本格化する。従来型のインフラ整備など手厚く盛り込まれ、総額は過去最大だ。国会はしっかり精査し、無駄を徹底して廃止すべきだ。毎日新聞さんのこの論説のこの理論を廃止した方が、廃止すべきなんじゃないですか？まずこの従来型のインフラ整備が手厚く盛り込まれて、公共事業費はどんどん減ってますよ。6兆円、まあ6兆円前後ですね、今。6兆円前後でまあ推移してますからね。これをもっと増やさなきゃいけない。これをもっと増やさなきゃいけないのに、どこがインフラ整備なんて手厚く盛り込まない。まあ、国土強靭化のこと言うんでしょう。あれでも私は少ないと思ってる。年間にして3兆円ぐらいですからね。年間にして、やっぱり7兆から10兆ぐらい欲しかった。国土強靭化するんであれば。出せますよ、お金は。今インフレ率マイナスなんでね。出せますよ、お金は。国債発行しちゃって。全然。今の段階では、まだインフレ率、マイナスなんでね。インフレ率が 2% 超えるようなこと。まあ、数百兆円出してもまだダメなんじゃないですか。最後までこうぶった切っていきましたけどね。ここまでなんていうかデタラメな文章も、やっぱ新聞は書くんですね。デタラメな文章。もし私の言うことに異論があるんであれば、やってみましょうよ。消費税廃止。そして、100% 並び保証でもいいし。定額給付金廃止、定額給付金支給してもいいし、年間70兆円の新規国債発行額を20年続けてみましょう。それでダメだったら私批判を受けますよ。甘んじて。でもやらない限り私ガンガン言いますからね。私もやることを期待してます。消費税廃止。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニャラ。こちらが見つかった情報です。